はい、本日は11月の24日、水曜日の深夜に撮影しております。本日お話しする内容はですね、静岡県知事の川勝知事にですね、もう静岡県で初めて辞職勧告決議案の方が出されたということで、まあこちらのニュースについて触れていきたいなというふうに思うんですけども、まあね、別にこれは法的拘束力とかないので、これで川勝知事が辞めるとかそういった話ではないので、まあここについてはそんなに触れずに、ここまでのね、こう至るまでの背景っていうのがすごい面白いニュースになっておりますので、こちらについてでちょっとまとめていきたいなというふうに思います。まだこのニュース知らないっていうね、人のためにちょっとまず背景の方からちょっとお話ししたいなというふうに思うんですけども、まず今年ですね、10月に、参議院の、静岡の補欠選挙というものが行われまして、まあそれは衆院選期間中にあったってところで結構注目を浴びてた選挙になるんですけども、ここでですね、基本的に与野党対決ってところになっておりまして、与党が5選抜賞の若林さんっていう方が出ておりまして、で野党が、まあ県議会議員で浜松市選出の山崎さんという方、この、ところが、まあ、共産党さんも出てたんですけども、まあ、与野党でこう対決しておりましたというような、選挙になっておりまして、でこれですね、川勝知事っていうのは野党系の方になりますので、もうがっつり山崎さんを応援してたんですよ。でこれ山崎さんの地元浜松市での演説に川勝さんが喋ってたんですけども、その時の発言っていうのがすごい問題になったんですね。こっちはちょっとね読み上げたいなというふうに思うんですけども、大体ですね、静岡県の東の玄関口の門番、御殿場市は8万人ちょっとしかいない、ここ浜松市は80万人いるわけですよ。その8万人しかいないところの代表という方がですね、35市長の代表などできますか。経済はこちらが動かしている、向こうはコシヒカリしかない、だから彼は農業についてはご飯だけあったらあとは漬物しかいらないと言っている、それからメロンなんか作っていません、御殿場では。対立候補はメロン農家に行って重たい重たいと言っている、もうこれは全くダメで、そういう人が代表であることはできないという発言をしておりまして、まあこの浜松市で山崎さんを応援するために、まあ御殿場をですねちょっとディスるような、あちらにはコシヒカリしかないんですみたいな感じで、こう元御殿場市長の、まあ、若林さんを批判する目的でちょっと御殿場までかなり揶揄してしまったっていうような、形になっております。がっつりいてしまいましたね、これに関してはね。いやそれは御殿場市民からしたら、御殿場には腰しかりしかありませんって言ったら、それはめちゃくちゃ切れるでしょっていう、まあそういったね、形なんですけど、まあ川勝さんって方はもともと結構物申すような感じで、まあそういったキャラクターみたいなのでものすごく人気のある方でもあったんですね。で実際今年の7月に静岡県知事選があって、実際与野党で対決になって、結局川勝さんはまた、野党系なんですけど、普通に知事余裕で勝って、はい、でも4期目ですから、もう静岡ではめちゃくちゃ人気で、でこの参院補欠選挙自体も、もともとこの山崎さんっていう方は、普通に負けるんじゃないか、普通に与党系の若林さん勝つんじゃないかって普通に言われてた選挙なんですけども、川勝さんがこう全面的に入ったことによって、野党系が勝利したっていうところで、まあ、衆院選のね、期間中の中の参院選の結果ってことでしたから、これ結構ね、この衆院選期間中にすごい波紋が、結構野党いけんじゃないかみたいになった選挙だったんですけども、でね、まあ、で、ちょっとまず一つね、ちょっと別軸になるんですけども、この選挙で当選した山崎さんっていうね、方がですね、ゴリゴリに週刊誌で不倫のスクープを出されてしまいまして、元愛人が告発して、で、山崎さんは認めて若気の至りでしてしまいましたみたいな発言されて、川勝さんは、まあ、これはもう彼はもう応援しないというような発言をしておりまして、まあ、不倫した人の、まあ、応援に入って、まあ、そこでですね、かなり、過激な発言をしてしまって、まあ、叩かれるようになったっていうような、悲しい結果になっているんですけども、じゃあですね、まあ、今回、まあ、辞職勧告決議案というのは出されたんですけども、まあ、その前にちょっと不信任決議案の方が出されようとしてたんですよ。はい。不信任決議案になったらものすごく重いですから、はい。そこでですね、不信任決議案をするための攻防みたいなのが、ものすごくありまして、で、これね、まず、不信任決議案ってすごいハードル高くて、過半数でなくて出席議員の4分の3を、まず取らないといけないんですね。はい。で、この知事を支えている、富士の国県民クラブっていうところがありまして、そこって17名いるんですよ。で、この、静岡県議会の4分の3を達成するには、この富士の国県民クラブから誰か引き剥がさないと、実際知事に不信任を与えるっていうところに、賛成をしてもらえる人を、この17名の中から誰かね、入れてこないと可決しないですよというような流れがございましたので、そこでもう、
誰か造反してくれないかっていうところの誘惑がもう自民党ですが、そういったところがどんどん来てましたっていうような感じなんですけども、まず誘惑の内容ですね。はい、造反してくれたらまず次の選挙の支援を約束しますよっていう内容があったりですとか、あとはですね、今回もともと民主系のプリンスって言われておりました細野豪志さん、静岡県で今回静岡のね5区で無所属なんですけども圧倒的に当選したっていうような方がいたんですけども、その方がですね、まあ、自民党の、入り今回したということで、細野豪志さんの関係者が、まあ、親しい富士の国の県議に造反を働きかけたっていうような、流れがありましたと。で、一方じゃ富士の国県民クラブの方って言ったらもう絶対もう知事には辞めてほしくないんですよ。もう知事の人気で勝ってるってところとか部分もありますので、まあ与党でいられるっていう、まあ次、川勝さんじゃなかったら普通に自民党系が勝つ可能性も全然ある、ところになりますので、もう本当川勝さんの人気でこの静岡県知事っていうのを持ってるっていう、そういった感じになっておりますので、なんとしてもやめてほしくないと。じゃあそうした時に、じゃあどうやってこの造反しないように防衛していこうかっていうところの、まあ防衛策みたいなのが結構出ていたんですけども、まずですね、もう議会にもう遅刻しないように、まず公共交通機関で移動しましょうと。もし一人でもなんか遅延し遅れてしまったら、そこで採決されてしまったらやばいので、まず、公共機関で移動しましょうと。そして採決の時に、もう互いに、反対票をしっかり書いているかっていうのを確認しましょうと。もう賛成って書いてたら、もう、お前なんで賛成、誰がちゃんと賛成って入れてるのかをちゃんと吊るし上げられるように、反対票で書いてることをちゃんと確認しましょうっていうのを確認したと。はい。で、あとなんか議会前日に全員で泊まり込んで結束を固めてどうかっていう、まあ冗談な対策さえなんか話題に上ったっていう記事なども出ておりまして、もうそんぐらい絶対造反しないように徹底しましょうと。で、これが僕結構聞いたと思うんですけども、このね、自民党議員からこう造反持ちかける誘惑がありましたよと。その時の交渉時の音声がありますよってところ一人がですね、ちょっと明かしまして、で多分その時の内容っていうのが結構あんま良くない内容だったら、この持ちかけた人もかなりイメージが下がるということになりますので、この音声ってところはかなりですね、この不信任案をこう取り下げるような、まあ一つのなんかかなりの有効的な道具になったんじゃないかなというふうに思うんですけども、はい。で、最終的にちょっと不信任案がちょっと難しそうになるんだそうだ。で、不信任案が否決されれば、川勝知事は逆に議会で信託されたと開き直るかもしれない。それならば、辞職勧告を可決し、辞職に値すると県民に知らしめた方がいいというような。まあ、不信任案で、否決されたら私は信任されましたって堂々とやる可能性があるので、まだこう、辞職勧告案だったら可決できるので、まあ、そっちの方がいいんじゃないかというところで、OB 越しになったというような、感じですよね。で、結局ですね、辞職勧告決議案は可決されたんですけども、自民公明無所属会派が賛成しまして、その富士の国県民クラブ17名全員と、あと共産系とあと無所属系、この19名が反対に回りましたよっていうような結果になっておりましたっていう感じですね。はい。で、加賀知事はで、ね、どうするのかって結局辞めないんですけども、一応12月分の給料と、ボーナスさせて440万円余りを返上するっていう風にお話します。ただ辞めませんっていうような、結果ですよね。はい。でね、なんでこんなここまで広がったのかと言いますと、まあ川勝さんがまずこの問題指摘された時に、まあ、政治家がよく言う、誤解を見ました。誤解っていう、謝罪しなかったんですよ。で、それで、わーってかなりね、批判がありまして、まあ、そのね、ところにもう撤回して、御殿場市長の前でそこに対して謝罪をしましたっていう、発言自体も撤回されて、撤回ってなんだっていう話なんですけども、御殿場市長の前で謝罪しました。ただ、これに関しても対応とか、やっぱ最初に謝らなかったってことは全然反省してないってことになりますので、まあ、結構デモとかも起こってたりしてたんですよ。まあ、そういった背景もありまして、で、しかもね、自民党はこのね、めちゃくちゃ強い川勝知事をこう辞めさせるチャンスかもしれないってところでかなり攻め込んだったんですけども、最終的にはここは結局崩れませんでしたっていうような形で辞職勧告決議案の方は可決されました。まあそんなにこれあんま影響ないかなというふうに思うんですけども、はい。ただ川勝知事は演説とかものすごく盛り上げるのが上手で、まあ多分そういったところで、まあこの腰光発言とか出たと思うんですけども、僕も一度生で見てみたいなっていうところであるんですけども、まあただ今後川勝知事っていうのが、まあこのね、多分演説とかでもちょっと攻めた演説ができなくなるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあちょっと今後ですね、
まあ加賀知事かあんま演説とか行かない可能性もどんどんある、あちょっとあそこは控えるっていうような発言も出ておりますので、まあちょっとここの頃静岡県の動きっていうのは、注目でございます。はい、こういったねコシヒカリ発言がございましたってところで、なんかね演説ヒートアップして、自分のね県内の中のある一部の地域を揶揄するような発言はね、ちょっと注意していただきたいなというふうに思います。ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。